さあ始まりました。今回で大丈夫だと思います。麻生潤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。麻生潤です。今回はですね、シンクロニシティスペシャルでやっていきたいと思いますけど、まあもちろんね、多く見ている人は当然この都市型フェス知ってて大好き、今年も楽しみにしていた点点点っていう方もいると思いますけど、でも知らないという皆さんのために、まずシンクロニシティとはどういうフェスですか？はい、シンクロニシティは今年で15年目を迎える都市型のフェスで、今は2days で、渋谷を中心に9会場ぐらいでやってて、で大体2日間で150組ぐらいが出演するフェスです。150組2日間、はい、そうです。9会場、結構これ。そうですね、渋谷がそういう音楽の街に思いっきりなりますよ ね、 すね、この2日間、まあ、でも15周年っていつ、はい、どういうきっかけで、はい、始めたんですか？15年前は、当時はですね、ライブとクラブのカルチャーがすごいエキサイティングで面白かったんですよ。で、今またなんかすごい、クラブのあり方とかライブのあり方とかすごい変化していってると思うんですけど、時代とともに、その時はすごいクリエイティブな人が集まってる状況で、この2つの面白いカルチャーってものをドッキングしたいと思って、クロスオーバーさせたいと思って始めたのがきっかけです。で、例えばこの、まあ、15年前が1回目、はい、で、じゃあクラブとそういうライブを一緒にしたいって言いつつ、OK、じゃあイメージがあったけど、それ形にするのって結構大変だったと思うんですけど、いかがですか？はい、まあ大変でしたね。ただ一番最初はもう本当思いだけでやってしまったと。何を覚えてますか、その1回目？1回目はね、とにかく大変でしたね。それまでずっと僕自身も音楽やったんですよ、アーティストとしてやってて、でもまるっきり立場が変わって、もう主催者になって、でアーティストをお迎えして、で、まあ、お客さんもお迎えして、まあどっちかというとケアする側に回っていくというか、で主催してっていう感じで、もうその負荷が全部来て、もうこれもう絶対やってられないと思って1回終えて、まあ充実しましたよ、すごく良かったんですけど、でそれでまあ2006年お休みしてしまうっていう。早速でもやっぱり自分の名前が前に出てる、はい、そうか、自分がそうオーガナイズしているフェスだと、はい、やっぱそのプレッシャーって全部自分に戻ってきますよね。そうですね、はい、まあ、もちろん成功っていうのもね、そんだけすごいよ、嬉しいと思うし、はい、この150組のアーティストどう選ぶんですか？はい、ですね、150組のアーティスト、まあ、今すごく昔からどんどんやっぱり時代ともに変化してくるところはあって、今はすごく僕らが今こだわってるのは、音楽、東京のカルチャーの、音楽の中のすごい文化のカルチャーの先っぽをつかむっていうところはすごく意識しているところで、ただそれだけで終わらせるんじゃなくて、世代とジャンルを全部クロスオーバーさせる。いろんななんかいい音楽がある。で、それは全部、一つ、まあ、2Day というか一つのイベントでフェスで見れるっていう状態を作りたいっていう、でも最先端を掴んでるアーティストで、まあ、その若手も当然いれば、はい、そのベテランでも最先端ずっと現役でやってきたっていう人もいると思うんですけど、はい、でもそれをオーガナイズしている麻生さんもずっと常にそのライブハウス行ったりとか、その新しい音楽とか、ずっと音楽の日々を送ってるんですか？はい、そうですね、結構現場は行きますね。ライブってどのぐらい行ってるんですか？ライブは、ですね、週に3回ぐらいは行ってると思う。もちろん週に3回って言っても、例えば2日間、まあなかなかこういうのもね、もどかしい気持ちあるんですけど、まあ、ワンマンが重なったりとかする、あ、はいはいはい、仕事する時もあるし、きっちり見ておきたいというのもあるし、ちょっとだけでも行ったり、そういうことはすごくしてます。でもこういう状況の中で当然ライブがもう激減というか、もうないんじゃないですか？まあ、はい、オンライン上でのライブとか、まあ、今日もね、お届けしますけど、そう、お客さん入れてのライブってもうないんじゃない？ここまでライブに行ってないのって、もしかしたら何、大人になってから初めてじゃないですか？人生初ですね。そうそうそう。俺も多分30年ぶりですよ。ここまでライブ、25年ぶりとかね。さっき始まる前に、その新しいアーティストにもすごくスポットライトを当てたいっていう話をしたんじゃないですか。はい、でどうして？やっぱり、まあ、いろんなアーティストにやっぱチャンスってあった方が、あってほしいと思うし、自分たち、まあ、シンクロニシティずっと続けてきて、やっぱり意識してくれるアーティストだったりお客さんだったりっていうのがいるわけじゃないですか。でそういう中で、出てもらう、出演してもらうことで、それが一つの、より大きくなる、自分たちの発見ができたりするきっかけになればいいなっていうのはすごく思います。
あの、よく、例えばどの仕事でもね、みんなも多分、あの、感じたことあると思うけど、その新人さんで何かチャンス欲しい人って手を挙げてもなかなか、はい、じゃあ君にチャンスはあげるっていう人は少ないんじゃないですか。うん、割と企業って、やっぱそういう成功者とか、うん、もうあの、実績ある人たちを当然のこと選びたい。でも、その成功者も昔は実は手を挙げてた新人さんなんだったっていうのね、あの、忘れてほしくない。で、麻生さん、それ忘れてない。ありがとうございます。最高だと思う。いやでも本当そう思いますよ。うんうん、だってでも特にやっぱアートとか音楽って、うん、あのその表現とか音楽の素晴らしさとかって、うん、あの境がないじゃないですか、うん。やっぱそのいいか悪いかっていうのは上手い下手だけじゃわからないし、うん、本当にエキサイティングなものがあったらあの有名だとかお客さんが集まるとかだけじゃなくて、まあもちろんキャパシティはあると思うので、うん、そこは僕らのオーガナイズ力だと思うんですけど、キャパシティに合わせながらしっかり掴み取って紹介していくっていうのはすごい大切だと思ってます。で、まあキャリアがまあこれ15周年ですよね、はい、15周年やっているっていうのは、じゃあもう当然そういう成長していったっていう人たちもいますよね。いますいます。でどうですか、例えば今までもしかしたらみんなが知っているようなあのそんな名前が知られてない時からの付き合いっていう人は、はい、例えばどういうアーティスト、まあ今だ去年で言うともう単純になんかもうシラップくんとかはもうすごいドーンできましたね、うん、向井太一くんもそうですし、うん、あとチャイ、オッケー、チャイ、チャイ、チャイ大好きなんですよね。チャイも最高ね。チャイも本当にチャイ、あとナルバリッチだとか水曜日のカンパネラ、あと僕自身が直接ブッキングしたわけじゃないですけど、あのキングヌーもあの2018年かな出てます。えってどのぐらいのキャパのところだったんですか。もう本当250人とすごい ね、キングヌー200人250人、はい、えどうですか、見ている人でこれを見ている人でその会場にいたっていう人いるかな。まあもしかしたらいるかもしれないかもしれないですね。それはちょっとなかなか難しい、僕らも判断難しいところで、うん、なんかすごい悩みもあったんですけどね、その時はその時の、うん、なんかあの僕があのブッキングしてなかったんですよ、うん、なんかあのシンクロニシーはあの一つのあのフェスなんですけど、あの何組かオーガナイズにも入ってもらってるチームがあるんですね。おお、やっぱそういう風なカルチャーもすごい大切にしたくて入っていただいてるんですけど、すごいエキサイティングなところに、でそこの彼らがブッキングしたってところに僕あんまり横やりをさして違う会場にもうちょっと大きいところに入れさせたいっていうのも、その時はなかなかちょっと言いづらいところもあって、うん、ただそれはちょっとあの一回やってみて、その時特にその時やってみて、うん、僕の今反省点としても一個残ってるところではあるんですよ。あ、はい、まあ、でもこうやってあの似たようなマインドを持っている、はい、その、まあ、クリエイターさんというかそういうあの最先端の音楽を、はい、あの好きな人たちと一緒にそういうキュレーションというか、うん、オーガナイズしているっていうことですね。で先頭に立ってるのはもちろん麻生さん。そうですね。そう、はい、で、こうやって、まあ、15回やってきて、まあ、後でね、今日はだいたい7時半ぐらいまでお届けしたいと思うんですけど、後ほど、その、今年、どういう形で、はい、そう、開催するのかっていう話も伺いたいと思うんですけど、はい、今年は本当、海外のことも考えてたんですよね。うんうん、そうですね。今年だけじゃなくて、ちょっと前から考えてるんですけど、はい。今年は特に、初めてシンクロニシーを海外でやろうと思ったんですよ。それが3月の22日の台湾でしたね。それもまあダメでしたけど全滅しました、はい、やっぱその発表に向かって、うん、やっぱその状況は状況で、まあ、悪化していったたんじゃ、うん、ってたんじゃないですか。どういう気持ちで、はい、その発表の前の何日を迎えてたんですか、はい、すごくそれはもう難しくて、まあ、今ってもう今の状況が見えてる中で判断していけるじゃないですか、うんうん、その時って、まあ開催できなくなって、で、うん、春になったら開催できるだろうってみんな期待してたんですよ、うん、って思ってたし、だから3月22日とか4月4号とかは、うん、まあいけるかもしれないっていう可能性を持ちながらみんないたんですね。だから僕他のオーガナイザーとか、うん、主催者の方とかフェスの方とかから連絡結構来て、うん、シンクロニシーはなんとかやってほしいと、うん、シンクロニシーが潰れると全部潰れていくからっていうふうなことを言われてたんですけど、だからもうどういうふうに判断すればいいかっていうのがすごく複雑な時でした、うん、だからやっぱその都の緊急事態宣言とか、うんの、まあ、まだ発表になってなかったんですけど、4月の確か7日とか、それぐらいだと思うんですけど、はい、そういう、その、そうですね。直前だったんですよね。そうです、そうです。だから、判断とか
はすごく複雑な時でしたね。だそういうのを徐々に見ながら、周りの全体的な判断を受けながら、で、まあ、これはできないだろうって判断しながら、ただ、周知にも時間かかるんで、そういう関係者とも打ち合わせしながら。いやー、僕、例えばミュージシャンの皆さんと、そのライブできない、そのもどかしさっていうか、辛さっていう話をしてるんですけど、そのオーガナイザーとして自分、150組ブッキングしているイベントはできないって、例えば他のフェスも結構、中止になってるものもあるんじゃないですか、はい。もう待つしかないですよね。うん、そうですね。ね、本当。で、今日はね、このキーンストリーム、シンクロニシティスペシャルでお届けしてまして、まあ、都市型の最高なフェス、イン渋谷、ね、15周年、15回目を迎えてるんですけど、シンクロニシティと、まあ、私たちキーンの本社にいるんじゃないですか。どういう付き合いなんですか。ですね、もう結構長くて実は、はい、ちょうどですねここにキーンのですねコラボモデルがあるんですけど、ね、いいよねこれ、これ見えるかみんな、はい、見えますかね、これです。いいね、かっこいいかっこいい。でこれですね、実はこれ9作目で、もうキーンさんとは10年ぐらいお付き合いさせていただいてて、このコラボモデルをアーティストを起用しながら作っていってるんですよ。おーおー。でそもそも はそういうお付き合いをさせていただきながら、シンクロニシティも参加いただきつつ、で、まあ、一度キーンフェスト、まあ、はい、先日 の配信もそうでしたし、去年 の、うん、キーンフェストにも携わらせていただいてるって感じです、うん。でどうですか、それ自分のコラボシューズができるなんて、うん、やっぱ遊び心もすごい感じるんですけど、はい、いやこれはね、こういうのやっぱすごく嬉しいですよね、うん。ここにシンクロニシティのロゴも入ってるんですよ。このなんかちょっとこの、お、入ってる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 、入ってますね、入ってますね、入ってますね。エストインフィニティとこれメビウスをイメージしてるんですけどね、そのロゴも入ったりとかして、やっぱこういうのを見るとやっぱキーンさんっていうブランドがありながら自分たちとご一緒させていただいて形になるっていうのはすんごい嬉しいことですよ。でも9回も作ってるっていうのは結構麻生さんの玄関周りってどうなってるんですか、はい、玄関周り、そう玄関周り、結構イメージではキーンでキーンバーってそれね、そ That's right みたいな、That's right よね、本当にねキーンさんの靴家にたくさんあります、ね、うちもそうなんですよ、キーン玄関開けたらキーンが待ってる、うん、僕も10年ぐらいお付き合いさせていただいている中で、最初はラインナップがもうちょっと少なかったんですけど、うん、今はなんかこういう風に普段履きできる靴とかも増えてるから、うんうん、僕的にはすごく使いやすいです。そう、使いやすい。皆さんもですね、興味ある方もぜひねチェックしてください。でこれもね、そのこのセットもね、その金の本社の中にありまして、はい、ね、僕ね植物大好きだから、今日もずーっと植物の話してる。そうそう、ずーっとですよ、ずーっと植物、はい、これってどうじゃあ今日はですね、はい、そのシンクロニシティのためにそのライブ、はい、これ2本お届けしたいと思うんですけど、まず最初はですね、羊文学からの萌香さん、はい、どう知り合ったんですか。僕はもともとマネジメントの戸川さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その方と懇意にさせていただいてて、でその羊文学の音楽、うわこれ素晴らしいなと思ってご一緒したいなと思ったのが 一番最初のきっかけで、うん、彼女、まあ、今日歌っていただく彼女自身も本当素晴らしくて、うん、で彼女からも今年アプローチあった、出演いただく予定だったんですよ、シンクロニシティに。なのでお願いして、はい、でここからそのライブを見て、はい、もらいたいと思うんですけど、これどうやら彼女の部屋で、そうですね、そう撮影したもんですよ、はい、だから絶対いいぞ。じゃあライブの方に行きたいと思います。So let's check it out. Here we go. Thank you.
Thank you.
しますか。美術館に行きたい。
キンストリームをご覧の皆さん、こんばんは。バンド羊文学のボーカルの塩塚舞香です。羊文学で出演予定だったシンクロニシティ、今年はなくなってしまいましたが、オンラインフェスのためのクラウドファンディングが行われております。私たちも応援しておりますので、ぜひ皆さん、ご協力よろしくお願いします。それでは舞台の塩羊文学の塩塚舞香でした。いや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 、都市型フェス、シンクロにしては、麻生潤さん、いかがでした？最高でしたね。たまになんか、萌香ちゃん、カメラ目線なのがまたいいですよね。そう、一瞬そう横で見て、ちらっと目があって、そう、ドキッとしちゃうんだよね。ありがとうございます。いや、本当によかったですよ。で、いろんなコメントも来てまして、うん、もう当然ね、拍手とかね。あと、この家で生まれた曲もあるんじゃないか。で、確かにそうですよね。うん、うん、そうですよね。あと、なんか、私たちもね、後ろの本棚の話をしたんじゃないですか。うんうん、その本ちょっと見てみたいなっていう話をしたんですけど、そういうコメントもありまして、あ、よかったですよ。で、まだね、まだライブもう一本ありますけど、あの、ここでキーンの、あの、新しい映像が届いたんですよ。あの、ちょっとその映像見ましょう。だいたい2分ぐらいのものになっております。Let's check it. Here we go.What happens when you build your values into a shoe? For 17 years, Keen's been family-owned and values-led, and it all started with one shoe, the Newport. Today,
Today, we're making our classic hybrid sandal in our very own factory in León, Mexico. Why León? Because here, every person handcrafting the Newport is doing their part to create a sandal with the least possible impact on the planet. It starts with the shape. The Newport sandal looks different because it's made different. We think the more comfortable a shoe is, the less you'll replace it. So the anatomical last that Jose shapes is built to fit an actual foot, giving every pair of Newports a natural toe box, so your toes can spread out for a more comfortable ride. We're also conscious of the rubber we use. The Newport's outsole contains natural rubber. In their family-owned factory, Erica and her father Jose make outsoles from natural rubber. A lot of natural rubber. This renewable resource reduces our dependence on chemicals and synthetics. The sole is siped for traction by Sophia, for an outsole with big grip and a small environmental footprint. It takes a lot of good people to make a good shoe. So we built our own factory here in León and filled it with great people, like Arturo. He's the sewing supervisor. He's also the captain of the factory's soccer team. He works with Mauricio, who bar tacks the Newport straps, and Carmen, who sews the straps to the lining. Rebecca attaches the bungee laces, Juan assembles the toe cap, and Martha inspects every pair before Cynthia packs them in a recycled box for shipment. Every choice we make in creating the Newport reflects the values we've held since we started 17 years ago. It's all part of how Keen Footwear is consciously created for a better planet. はい、キーンシュインボリューム6をお届けしまして、今回ですね、シンクロニシティスペシャルで麻生潤さんとね、一緒にお届けしまして、で、私たちの後ろに、はい、そのシンクロニシティ、過去のシンクロニシティからの写真が、これやばいですね。これいいですね。やっぱ僕、こういうライブにいっぱい、こう、そういう会場で僕育った。あ、本当ですか。で、麻生さんどう感じますか、こういう。いやー、もうね、これで実はシンクロニシティの過去の写真を、うん、アップしてるんですけれども、ご覧いただいてるんですけど、やっぱね、感慨深いですよね、すごく。うん、いや、若いなーみたいなのもあるし、うわ、このなんか、今活動休止してるバンド、本当に復活してほしいって思ったりとか、はい、いろんな思いがね、ありますね。おい、コムライちゃん、最高だったな、これ。かわいいね、え、これも見たんですか？見ました、見ました。やっぱそういう、旧会場って言ってて、こうやって写真を改めて見ると、はい、本当に規模の、違いっていうものをね、これから感じるし、はいはい、でやっぱりそのチケットあるといろんな会場に行けるんですか？そうですね、リストバンドにしてこういう形でこんな感じで、こういうまたいい写真、いいカメラマンがいますね。本当にね、撮っていただいてるカメラマンの皆さん素晴らしいんですよ、本当に。で皆さんもね、この映像を見てて、はい、あ、僕も私もそのライブに行ったっていう方もね、中にはいると思うんですけど、はい、ぜひコメントください。いや、そうだね、コメントそうだね、 YouTube のところに、そう、はい、やっぱアーティストの皆さん、アーティストの皆さんの反応ってどうなんですか？終わって、はい、まあ、終わった直後に会ったりとか、はいはいはい、ステージに上がる前に喋ったりとか、うんうん、後日にまた連絡が来たりとかすると思うんですけど、はい、シンクロニシティってアーティストってどういうようなフェスだと思いますか？これもすごい面白くて、特に当日もうみんなアーティストの方がもうみんなフロアに行って普通に見てるっていう、まあ、よくね、ステージ袖から見ることって多いと思うんですけど、そうじゃなくてフロアにいて、いろんなところでアーティストの方見かけて楽しんでるっていうのが、もうシンクロニシティっぽいなと思うし、すごく嬉しいですね、それは。それオーガナイザーとしてたまらんでしょう、アーティストがステージ、はい、でお客さんもやっぱそれ気づいてると思うし、うん、そうそう、でもアーティストもお客さんも当然すごい嬉しいと思いますね。気になると思うんですよね。なんか僕は結構フロアに出て、うん、なんかいろいろね、うん、話しかけられたりとか注目されたりするわけで、だけどそういうのを顧みずというか、それ以上に楽しんでるっていうのは嬉しいですね。そうだね。はい。いや、一枚一枚に思い出ありますね。思い出あります。全部覚えてます。Oh, look! ザゼンボーイズ。ザゼンボーイズ。向井さん。はい。あ、向井さんだ。はい。なんかいい写真じゃない？そうですよね。はい。All right. ということで、まあ、こういうフェスなんですよ。都市型フェス、シンクロニシティ。で、まあ、15周年じゃないですか。はい、でも、今年の、シンクロニシティはコロナの影響で、はい、オンラインで、そうですね。やる動きになってますよね。はい、動きになってます。これ、どのタイミングで考えたんですか？はい。これ実は、オンラインフェスっていうのは、実は4月の、4、5、のリアルの段階でも、うん、
あのオンラインフェスまでは行ってないんですけど、リアルとオンラインで同時放送しようと思ったんですよ、実は。で、裏では仕込んでて、まあ、公にはツイートできなかったんですけど、あの日本、まあ、全世界と YouTube と、あと中国はあの別の方と組んで、はい、あの別の会社さんと組んで、あの中国にも配信するということを、うん、まあ、1会場だけですけど、あの予算に限界があるんで、うん、配信もやっぱり、ね、予算かかるんで、そういうことをまず考えてて、で、まずリアルがダメになってしまったことによって、それもダメになる。うん、で、その、うん、のリアルがダメになったんで、次はまあ4月の4、5、2日間、配信に切り替えようと思ったんですね。うんうん、ただやっぱ本当に僕らの時はタイミングが悪くて、その配信オンラインでさえできなかった、うん、人が集まることさえ無理なタイミングになってしまって、もう本当に多分心のシンクロニシティを中心に前後2週間とかそれぐらいだったんですよね。そうだね、もう本当にもう、そう、何にも、そう、僕もいい。今はもちろんライブはできてないけど、はい、でも、あのタイミングでまだ、もしかしたらちょっとあの、ライブハウスによってライブやっているところあったりとかしたんじゃないですか。うん、そうですね、もうないですね。そうです、そうです。ね、でそれで、今、このまた、このオンラインフェスっていうのは、はい、またちょっと今は時間経って視点が変わってきてるんですけど、はい、今考えてるのは特に、僕はもともとオンラインっていうのはすごい可能性を感じてて、うん、で、ね、まあこういう状況でリアル見れないってめちゃくちゃきつい、うん、僕も、ジョージさんもね、うん、きついですよね、うん、きつい。そういう中でも、僕はなんかやっぱり、今すごく10年かけて起こることが本当にここ数ヶ月とかで起きてるとかっていうスピード感だと思う中で、うん、このオンラインっていうのも今改めて注目されている。だからもう、この可能性を僕はすごく使うというか、しっかり待って、うん、前向きに考えてるってことですね。そう、前向きに考えてます。世界に日本のアーティストをどんどん出していきたいって思ってます。で、これが、まあ、みんなにもそうですけど、はい、皆さんもね、そう、もちろん分かってると思うけど、そう、日本に素晴らしい若手アーティストがね、はい、次から次出てきてるんですよ。はい、だから海外でもしかしたら先にブレイクして日本に戻ってくるって、うん、本当に本格的にブレイクするアーティストは、はい、もうそろそろ出てくるんじゃないのかなって期待してますけど、そうですね、本当にそう思う。でこのオンライン、うん、クラウドファンディングを始めたんですよね、はいはい、オッケー。で例えば どういうことをこのクラウドファンディングでやりたいんですか。はい、クラウドファンディングは僕目的が2つあって、まあ、今回リアルシンクロニシティが中止になったと。これもう本当にダメージが大きくて、はい、うん、まあ、3月22日の台湾が中止になって、うん、前夜祭があって、まあ、本祭2日と、あとオールナイトも見ていちゃったと。これ全部中止になって、大変だね。まあ、その赤字がやっぱすごくしんどいな。でもただ、単純にヘルプっていうのは自分たちは違うなと思うし、うん、お金借りてでもその負債っていうのをなんとかするみたいなところがあったんですけど、まあ、そういう中ででもいろんな方にアドバイスされて、クラウドファンディング立ち上げようと思ったっていうのと、あともう一つは、その、まあ、自分たちはやっぱヘルプじゃなくて、最終的にいろいろ考えて残ったのは、未来へつなぐっていうのがもともとシンクロニシティのテーマとしてあって、うん、まあ、どういうふうな形でじゃあ未来をつなぐのかっていうのは、まあ、オンラインフェスっていうふうな形になったっていうところですね。はい、そのための、まあ、だから、自分たちの赤字分をなんとかそこで補おうとするより全部つぎ込もうと思ってる感じですね。いやー、はい、僕はでも、まあ、そうだね、感じてます。いや、じゃあ正直それ状況は厳しいっていうことですよね。厳しい、はい、そうだって、じゃあだって自分がオーガナイズやってる150組いて、それ、はい、場所も借りてるし、うん、そうですね、それも、うん、お金も当然のこと発生するし、はい、運営費もあるし、はい、でもそれよりも、うん、そのオンラインの方、そうですね、でオンラインのオンラインですね、そう、まあで皆さんもですね、そのぜひともそのオンラインの方ね、クラウドファンディングの方でチェックしてください。で、はい、先ほどそのコラボのお話をしたんじゃないですか、その、はい、普通のコラボ、あ、そう、もう、あ、出てますね。うん、あ、出てますね。その、クラウドファンディングの。はい。はい。ありがとうございます。もうちょっと下に行ってもらうと、実はですね、これ今日初めて発表になるんですけど、こちらの、はい、先ほどご紹介したシンクロニシティの、これ男性限定になるんですけど、コラボモデルが、
追加になりました、アイテムとして。Cool. え、ここ出していいんですか、これ。こういうふうに。金額も出てるけど、これ、足数と、まあ、キンさんにサポートいただいて、まあ、ここのだけの特別価格ってもう大きな声で言えないかもしれない。最新モデルなんで。うん、で、ここで、まあ、ゲットできるんで、ぜひ、チェックしてください。で、この、はい、もちろんね、このコラボモデルもあるんですけど、はい、なんか僕もさっき、放送が始まる、配信が始まる前にいろいろ見たんですけど、あれ、ちょっと待って、麻生さんと飲みに行ける。うん、なんかそういう、ね、差し飲みだっけ、はい、あるんですよね。あります、あります。どうですか？どうですかね。どうですかって。いや、ね、でもそれ遊び心すごい素敵だと思う。全体的なタイトルもね、ちょっとなんか、軽い、まあね、甘く重くならないようにしてるっていうのもちょっとあって、うん、なんていうんですかね、やっぱすごいしんどい状況の中でクラウドファンディングやる。まあでも本当に、まあもちろん遊んでるわけじゃないんですけど、はい、ちょっとなんていうんですかね。こういうまあ、僕自身の性格もあるし、うん、ちょっとライトなところを入れていきたいなっていうのを、うん、まあ、麻生純、まあ、僕麻生純なんですけど、と飲むなんてネタだろうみたいなね、それをちょっと入れる。でも実際、本当、はい、その、何、タイトルがちょっと面白かったりとかしてますので、ちょっとね、時間ある人はね、ちょっと遊びでもね、そのクラウドファンディングってください。はい、で、この靴もその特別な思いを持ってそれ作ったんですよね。もちろん、はい。ね、で、その色だったりとかもね、はい、もちろんありますので。うん、OK! で、もう一本ライブがあるということで、下津浩二さん。はい。どういうつながりなんですか？下津くんは、まあ、踊ってばかりの国っていうバンドのボーカリストで、うん、まあ、踊ってばかりの国とは、もう思想愛の中ですね。僕はもう、ほんと彼の歌大好きで、もう、さっきの、萌香ちゃんもそうなんですけど、うん、大好きなアーティストで、下津くん自体も歌も素晴らしいし、バンドももうねロックで、うん、このね音楽をねライブでねぜひ楽しんでほしいなと。今日は弾き語りですけど、うん、そういう相思相愛の中です。そう、はい、で、どういうお話かっていうと、だいたい多分来週あたりのこのキーンチャンネルの IGTV、 まあインスタグラムのチャンネルで僕もですねインタビューしてるんですよ。で、やっぱね、似たようなことを言ってたんですよ。本当ですか？いや、似たようなことを言ってたんですよ。じゃあ、ここで、そのライブ、よろしいですか？ライブの方に行きたいと思います。Check it!キーンストリームをご覧の皆さん、はじめまして、踊ってばかりの国の下津浩二です。出演予定だったシンクロニシティ2020は、今年は開催できずで残念なんですが、オンラインフェスで、こうやって弾き語らせていただきます。そしてそのためのクラウドファンディングで応援させていただきます。では、バンドの曲から4曲ほど。Evergreen night. 天国は
そう真冬の夜の底I love you to dance time You should kiss me two times So I love you to dance time You should kiss me two times So みんなが求めた自由の歌はもう形のないものだったみんなが求めた自由の果てに形がないのならなおさらときめく心は大切にずっと心を大切にメランコリカードにおいでよエバーグリーンナイト天国はそう真冬の夜の底Kiss me two times, so ooh, ooh. 涙と笑顔のその間で人知れず揺れて笑うあなたと
すりガラスの空も喜び悲しみクロールは続いてく自負心自尊心両肩に乗せて行ったり戻ったり忙しい人へゴーデボラもミスター・ジョーンズもいないでしょう黒髪束ねてブラインドタッチで世界を動かす数字の山と僕らはもう折り合いつけないでしょう元気づけたいのにサイレンの影を少し止まってくれよ疲れたよ本当にもう疲れたよ Lost 残って僕を残って
海を歩けたら、犬と話せたら、君と眠れたら、どんなに気持ちが良いのでしょう。
そのための笑顔、視力と心だけ枯れてゆく。覗きなよ窓の外、君の世界は嘘じゃないから。ストリームをご覧の皆さん、踊ってばかりの国の下津浩二でした。ありがとうございます。いやーありがとうございました。いいですね。良かったですね、うん、ああいう6畳の部屋の6畳ぐらいだったんですかね、うん、あの狭い部屋で一人弾き語りっていうのはなんか心に入りますね、うん、明るくていい部屋だったな。僕植物好きなんで、うん、また植物に目もいきましたありましたね、ありましたね。で、オンラインでも、はい、そのね、メッセージもいろいろ来てまして、オンラインでもね、シンクロニシティに参加できて嬉しいとかね、はい、で、ありがとうございます。シンクロニシティ世界へっていう、はい、そういうメッセージも来ておりまして、本当ね、皆さんたくさんのメッセージ、うん、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱこういうメッセージ来ると嬉しいですよね、うん、嬉しいです。めちゃくちゃ、ね、たくさんコメントしてください、そうね、はい、もう終わっちゃうけど。で、最後に、はい、シンクロニシティ、あ、OK、 それですね、そのもう一つ見てもらいたい映像があるんですけど、それ後ほど見てもらいたいんですけど、じゃあこのシンクロニシティ、okay、 はい、じゃあ今年はオンラインでやりますよね、はいはい、どんなことを考えてるんですか。ですね、いつ頃、大体実は今6月で抑えてる日程あるんですよ、はい、ただやっぱりアーティストと足並み揃えて動きたいところもあるんで、うん、まだちょっと今発表できないんですけど、それがもし難しかったら4月の頭とかになるかもしれないなっていうところも含めて、今来週中には発表したいなっていうふうに思ってるところです。Okay. Okay. じゃあもう一度、じゃあ、はい、6月を抑えてるけど、はい、もしかしたら7月になる、はい、でもどっちみち近々近々です。で、発表がもしかしたら来週あたり、
そうですね、来週中にしたいと思ってます、個人的にすごく。Okay. はい。All right. じゃあ、最後に、はい、麻生さん、皆さんにもしメッセージがあれば、はい、お願いしたいんですが。もう本当でも今、なんかライブ行けなくて、すごいしんどいなと思ってる人多いと思うんですよ。で僕自身もすごくしんどいし、なんかこんなに行けないことって今まであんのかな、こんなことって今までなかったよなって思ってるんですけど、だからこっから生まれてくるものって僕はすごく感じてますし、それも信じてるし、それをやっぱり希望とか未来につないでいきたいなっていうふうに思ってます。もうその一つの形が僕にとってはオンラインフェスっていうところです。ありがとうございます。はい、本当ありがとうございました。ありがとうございます。で、この金ストリーム、来週もやります。来週、ボリューム7。18時スタートになってますね。5月30日やりますので、皆さん来週もぜひお願いします。OK、じゃあもうお別れの時間ですね。はい。じゃあ皆さん本当に見てくれてありがとうございます。また来週お会いしましょう。そしてシンクロニシティ、世界へ。世界へ。世界へ。ありがとうございます。OK、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。See ya!